はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツ・オブ・アイアン4対王国プレイ、まあ今やラッタの更新報告になっちゃったんですが、まあ対王国プレイということで続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、中国がついに日本軍の前に屈する、降伏するというところで、日本軍とあるいはその日本の傀儡国家たちと国境を接するという状況で、かなりピンチになるんじゃないかなと思いきや、なんとなんと連合国軍の支援を受けて領土を大幅に大きくしていっているという状況です。今回その続きになります。まあね、このまま領土を順調に順調に広げていきたいなというところなんですが、あとはですね、まあ、この先大国化していくであろうこの大王国のさらにその先を睨んでですね、どうでしょう、より強力な軍団へと再編していきましょう。まずはじゃあ機械化の1を入れていきますか。自動車化歩兵の装甲化が進むというのは嬉しいのでやっていきましょう。今主力になってくれてますしね、その自動車化大体が。で、あとは人的資源が不足しているので、これは徴兵制を大規模徴兵から、どうする、今だと大規模徴兵なんで、徴兵可能人口が 5%、 これをどこまで上げていくかだな。全成人徴兵にすると話にならないしね、根こそぎもダメだし、そうなると無限徴兵にしとく。ただこれはファシストが共産主義じゃないと入らないんだな。となると今だともうどうにもならないわけだ。さてどうするかだな。戦争協力度が 67%。 もうちょっと上げていかないとダメか。どうするかね、これは。じゃあ無限徴兵が効かないとなると現状のまま維持するしかないね。なんとかこれ以上の手段の消耗を避けるような動きに変えていきましょうか。では時間を進めていきます。まずはなんといってもね、日本軍あるいはその傀儡国家たちから領土を奪い取っていきましょう。装備品は徐々に充実の一途をたどってきているので、さらに装備品の充実をさせていきましょう。で、何が不足してるって、鉄か。鉄がさらに足りないか。輸入量を増やしましょう。そうなるんであれば、まあ何はともあれね、日本軍相手に単体で勝負ができるわけでは当然ないので、これ以上軍勢も増やせないとなると今いる中で勝負をかけていくしかないので、じりじりとにじり寄っていきましょう。でだいぶ政治ポイント溜まってきてるんで、使えるものは使っていきましょうか。日本に対する戦争プロパガンダ、これをやっていくと、州の戦争協力度がプラス 1% ずつになる。これやっていこう早速で、あとは緊急の工場移転、これはやる必要はないのでこのまましましょう。労働条件の改善はちょっと中身見ましょうか。これをすると工場の生産量がマイナス 10% か。ただ安定度がプラス 0.5 で、あとは民主主義の取り締まり、ファシズムを禁止、新聞紙の検問、これはやっちゃおう。
続いて民主主義に回答関係だけど内戦の準備、これは何が起きるかというと内戦準備をするだけ。他に何が起きるかというと我々の市民の心境の変化をゆっくりと待っている時間はないということで、まあそのまんまですね。で政治議論を開く、これは国政の平和的な変化に影響、産業の土地収容、これもちょっと見ておきますか。戦争協力のマイナス 2.5 は痛いな。ラッパラ後進入国結構戦争への貢献度高いですね。こうやって見るとソビエトの 17%、 アメリカの 18% に次いで 16%。 よし、これもうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って一番の戦勝国になった方がいいよね。ここまで来てるんだったら。問題はこの辺りだな。押されてるところもなくはないっていうのがあるんでね。イギリス軍がしっかり戦ってくれればっていうところかな。で前線の手段数はこの後厳しくはなってくると思うんで、そうなると結局のところ後方にいる部隊を前線に送り出していかなきゃいけないっていう事態も想定しなきゃいけないんですが、日本軍の強襲上陸が怖いんですよね。日本軍の強襲上陸、まずは制海権確認しておくと、制海権はこうやって見る限り、いきなり上陸かけられる可能性はほぼないと見ていいな。となると師団を割って一部の師団を出しますか。師団を一部割ってしまってその半数を前線に送り出す。でこの新たに創設した第2軍ですね、こちらを前線に投入していきましょう。で自動車化大隊のカバー範囲を少し減らしてあげて、密集体系のまま被害を最小限に抑えていくっていう方向にちょっと変えていきますと言っても、それでもやっぱりそれなりだな。カバー範囲はで強襲上陸に備える本土防衛軍は、これで第1軍としては12師団に減りましたね。なのでこの第2軍第3軍パラシュート部隊が一部混ざってますけど、この第2軍第3軍で日本へ侵攻していきます。まあ、なんとかね日本からちょっとでも領土を分取っておきたい。特に資源地帯ですね、資源地帯を分取りたい。ここはフランスが持ってるんだな。今フランスが持ってるここを分取ることはできないので、そうなるとやっぱりマカオあたりまでは軍を進めたいですね。マカオまで軍進められれば万々歳だからな。よし、いっそのことマカオまで前線を引き直そう。
バリバリ自動車化大隊には進軍してもらおう。マカオはどうしても取りたいよね。マカオの資源。マカオ自体僕大好きなところですからね。やっぱりマカオのね、きらびやかさ。あとは、お姉ちゃんたちの可愛さ。もう本当に美人ばっかりでしたからね。マカオはまた行きたいよな。ちなみにですね、ちょっとこの戦闘シーンを見ていただきながらというところになるんですが、今年の海外旅行のこれからの予定ですね。してはですね、ツイッターの方で見ていただければなとも思うんですが、一応今予定しているのは4月頭6日からですね。ここはバンコクの方に行きますと。で、4月の下旬ですね、ゴールデンウィークの前半戦は奥さんと上海のディズニーランドに遊びに行く予定で、これもチケットは手配済みです。で、その後一旦日本に帰ってきて、5月の2日からまたバンコクに遊びに行きますということと、あと5月の末はですね、またこれ奥さんと香港に、香港ディズニーランドに遊びに行きますと。で、あとはまだ予約はしてないんですが、6、7、8と、なんとか日程、お金の工面をして、海外旅行には行きたいなと思ってますんで、その様子はね、また動画の中、もしくはツイッターの方でお話していきたいと思いますんで。旅行の話、海外ネタに興味がない方も中にはいらっしゃるかなと思うんですが、お付き合いをいただければなと思います。で、最近はですね、もうもっぱらバンコクばっかりなんですけど、あとはですね、そういう遊び方、いわゆる夜遊びしに行くスポットとして僕が多いのは、今お話していたマカオ、それとシンガポール、この辺りはね、ちょこちょこ行くんですね。で、他まだ行ったことない国も多いんで、そういったところにもね、今後30代のうちに行きたいなとは思ってます。で、レンドリースの要請が来てるので、輸送船はないんですけど、一応了承だけはしておきましょう。いや、必要ないよってね、言うと角が立ちますからね。普通に考えて、外交上輸送船がないけど、一応 OK とだけはしておきます。さあ、日本軍の反撃もなんかしっかり始まってきてる感じがするな。こうやって見ると赤かったり黄色かったりっていうところが多くなってきてますよね。さらにイギリス軍の協力が必要だな。で、父として進んでないのはなぜ？一旦外してしまって、前線を引き直してもう一度部隊を再招集する？なんか思ったより部隊の動きが鈍いかなって感じがしますよね。で、自動車化大隊の方はどうなってるかというと、自動車化大隊の方も、苦戦は苦戦って感じかな。思ったよりやっぱり厳しい状態が続いているっていう印象はありますけど、あとは、今歩兵用対戦車装備を作っているんですけど、どうだろう、研究してるんですけど、日本軍の方は歩兵が中心ですね。となるとやっぱりこの装甲兵員輸送車、この自動車化大隊がしっかり前線に投入できる状態にするっていうのが一番重要かな。日本軍もね、ここが硬いかなっていうところ、フランス軍、あるいは連合軍となんとか連携しながらですね、南寧の守備は硬いね、こうやって見ると、日本軍も。なかなか南寧から先に進めずにいる感じだな。となると南寧に予備軍を投入したいけど、
今その余裕が残念ながらないからな。なんとかマカオ、この近辺までは行きたいけど、マカオはでもそもそもポルトガルがまだ持ってるんだよね、きっとこの時点だと。マカオはポルトガルが多分持ってるんじゃないかな。そうだね、保有者はポルトガルになってますよね。うん、となるとだ、ポルトガルが持っているここマカオまで進軍できたとして、資源としてはどこが獲得できるんだ。そうすると南寧の鉄20までは獲得できるんだな。ここまでは欲しいですね、まあ、ポルトガルのマカオは取れないにしてもだ、南寧の鉄20、これはどうしても欲しいな、取りたいですよね、せっかくなんで。なんとかなんとか資源をゲットしていきましょう。まだもう最近バンコクばっかり、まあ、ちょっとまた海外旅行の話になっちゃいますけど、バンコクばっかりなんですけど、全然やっぱ飽きないですね。で、僕が今35歳もうなっちゃったんですけど、まあ、40代のうちはなんとかね、お金をじゃがじゃが使っていきたいなと、まあ、貯金しろよという話もあるんですけど、でその後しっかりお金を貯めていきたいなと思うんで、なんとかね30代のうちはもうちょっといろいろ経験を積みたいなと思ってます。で、前線の方はどうなってる。ちょっとずつ押し上げてはいるんだね。そうは言ってもこのまま順調にいってくれれば、本当にこの大王国、ラッシナ後進王国になっちゃいましたけど、大王国が超大国化する可能性があるからな。でもこの時点でもかなりの大国化してますよね。ラッタナ後進王国、このまま中国全土を平らげましょう。お、ここででも日本軍とアメリカ軍が戦闘か。いや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 、まだ早いよ、まだ早い。ここでもしアメリカ軍が日本を撃破するってことになっちゃうと戦闘が終わってしまうんで、それはやだな、しょうがない。さらに部隊終わってでも攻撃攻勢を高めていこう。今さら日本軍がこのタイに強襲上陸をかける余裕はもうないでしょう、これを見ると。なので戦力を割りましょう。戦力を割って少しでも割って戦勝ポイントを稼ぎにかかろう。ここはもうなので先鋒戦を引いて、よりスピーディーに向かいましょう。で、ちなみにもう花粉症がね今ピークなんですよね。結構辛いんですよね今のこの花粉の時期は。さあ先鋒戦引いてガリガリ、多少無理してでも戦勝ポイントを稼ぎに行きます。戦勝ポイント、ラッタの更新は 15% まで下がってるな。イギリス領インドが 15%で、アメリカ軍はというと、アメリカは 16%、 ソビエトが 18%、 ソビエトの 18% に迫るためには頑張って進まないとダメだね。多少無理してでもやっぱり進軍していかないと、もうここ対戦の末期だからな。この対戦末期になんとかして戦勝ポイントを少しでも稼ぎたい。無理してでも進軍していきます。
このまま順調に進んでくれれば何も言うことはないんだけどな。あとは日本軍がここに来て頑張ってほしいっていうところぐらいかな。もう完全に沖縄はアメリカ軍の占領下に置かれてますよね。本土の方はまだ粘ってるって感じかな。まあ、ただそれでも長崎は完全に連合軍の占領下に置かれてます。で、大阪の方にも日本軍苦戦の様子が伝わってきますよね。これは一刻も早く軍を前に進めておきましょう。日本軍もね、本土防衛のために軍を引き上げさせてくれると、ここ一気に進軍スピードが高まるんですけど、なかなかそこまではいかないかな。やっぱ南寧の防御が硬いですね。日本軍は戦車とかはいないんでね、ご利用しできなくはないかなとは思うんですけど、どうしてもこうやって見てると南寧この辺りの軍勢がなかなか攻略できずにいるっていう感じかな。まあそれでも確実に進軍はしている感じは伝わってくるんで、もうあとゴリゴリ押していきましょう。一旦また前線を敷き直します。ここはもう多少無理してでも進軍のスピードを上げる。お、共和イタリアが枢軸に加盟か。なんかまあ歴史を繰り返すな。さあこれでどうなるかな。ちなみに生産のラインの方はどうなってるかというと、輸送船の数は本当に全然足りてないの。ちょっと輸送船の数を見ておくと、今だと110の輸送船を持っているわけだな。で、運用数110、交易と兵団で537使ってる。交易と兵団で537も使ってる本当に。交易の方はというと全部大陸から使ってるはずだけど、輸送船とかはね、できるだけ使わない運用に変えているはずです。となると兵団でそんだけ使ってるんだ。生産のラインはただこれ以上輸送船の数は増やせないんで、そうなると他何使うかだよな。あとは兵員の構成ですね。自動車化大隊は置いておいて、まずは歩兵部隊ですね。ここにはそうか、今だと歩兵入れてるもんね。ここがちょっと生産に時間がかかっちゃう要因かな。生産のライン見ておくと、そうだよね、軍用トラック、歩兵装備、できればここに戦闘機とか加えていきたいところですけど、今まだその余裕はないかな。さあ多少無理してでも進軍しているので、前線を押し上げるスピードは上がってきている感じはあります。ついに南寧も攻略者が、南寧ついにラッシナ後進王国の前線基地が置かれるようなところまで来ましたね。いやー、これは本当に棚ぼただけど、連合軍と一緒に日本領土を駆逐していくっていうのは複雑ですけど、ゲーム上ではなかなか美味しいパターンだよな。日本軍はというともうちょっと厳しいかな。ここ舞鶴、ここどこだろう。ここもオーストラリア軍、まあ連合軍に上陸されてるもんね。これ東京も危ないよな。まあでもね、一瞬で型がつくってことはさすがにないと思うんで、そうなるとその間にちょっとでもさっきからお話してる進軍をして戦勝ポイントを稼ぎにかかるっていうところかな。ラッシュナ、ここはまだ 15% のまま。そうなると
これをさらに上げていきたいから、師団数がただイギリスとか桁が違うからな、320とかってなってくると。まあ兵力の差ですからね、師団数って。そのままもちろん師団の構成によってはね、まあありえない話だと思うんですけど、1師団に1中隊しか入れてないっていう場合も、まあ1師団扱いにはなるんでしょうけど、まあ普通に考えてコンピューターがそんなことするとは思えないので、となると師団数考えると、むしろラシナ後進王国は師団編成としては、まあ、脆弱な方の部類に入るんじゃないかなと思うんで、まあ、この棚ぼた状態をうまく利用して大国化を目指しましょう。大国化っていうのは大きな国の方ですね。もうタイはタイなんで、まあ、それにしてもな、ラッシュな後進王国に名前を変えちゃうとは思わなかったな。ちょっと迂闊でしたよね。そうか、この辺りどうするかだな。まあ占領地政策ですけど、まあそのままとりあえず放置しとくか。まあ何名まで来たんだ。できればマカオまで行きたいけどな、ちょっとマカオまで行くには時間がかかるかな。軍の数が足りないですよね、師団数が。気になるのが日本がどこまで持ちこたえられるか。日本が持ちこたえてくれればくれるほどタイの領土が広がるんで、なんか日本を少し応援したい気持ちも出てきちゃうな、こうなると。もちろんね、この今戦闘中の大陸では日本軍には後退してほしいんですけど、日本本土の方では頑張ってほしいんで、本当に日本本土の方に軍を引き上げてほしいよね。そうすると一気にこの大陸での進軍スピードが上がって、イコールタイの領土が広がるっていうねところになるんですが、そうは簡単に進まないかな。で、まあタイはですね、僕はもうバンコクとパタヤしか行ったことがないんですけど、他にもね一応現地の女の子と今年はプーケットと、あとチェンマイにも行きたいって言ってたんで、まあ、そのあたりね、行きたいなとは思っています。でプーケットはまあいつ行ってもいいんですけど、チェンマイは、ソンクラーンっていうそのタイのお祭りがあるんで、その時にね合わせて行きたいなと思うんですけど、なかなかねそのチェンマイのお祭りは人気があるみたいで、チケットが取りにくいみたいなんですよね。かつ高額、そこはちょっとなんとか手配をかけていきたいなと思うんですが、もうすでにチェンマイはね、タイのこのラシナ後進王国としてはこの辺にあるんじゃないかな、タイのチェンマイきっとね。で、あとはプーケットはもっと南ですね。バンコクがここです。競輪まで進めるかどうかだな。ここまでじわりじわりと進んではきてるんで、ただうーん日本軍の方もしっかりと守りは入ってるんで、ここをどういう風に突破していくかですかね。まあさすがに日本軍の強襲上陸はもうないと思うんで、ここまで行く日本軍が押し込まれている状況を見ると、お、九州が落ちたか。もう九州のほぼ全土は連合国軍の支配下に落ちましたね。東京も危ないな、こうやって見ると。さあ師団数をねもうちょっと増員してあげたいんだけど、いかんせん予備兵力がもうないんで、どうしようもないというか、どう
することもしてあげられないっていうのは辛いとこだな。徴兵化の人口をね、もうちょっと増やして一気に死難数を大動員してあげたいんだけど、あ、無限徴兵いけるかな。いけるね、無限徴兵かけましょう。 68% になったからね、これで一気に配備が進むんじゃないの。じゃあ早速配備していっちゃう、まあ、訓練が終わってない人たちということにはなっちゃいますけど、それでも今どちらかというと兵員が欲しいので、今バンコクに兵を落とすような形にしてるけど、ちょっと移動に時間がかかるから、南寧付近に徴兵した兵をいきなり落とすような形に変えた方がいいかもしれないですね。まあ、ただ次の徴兵が終わるまで少し時間がかかるので、まずはこのまま置いておきましょう。競輪まで一気に兵を進めていきたいところなんで。ここは硬いな、でもここは本当に硬そうだ。日本陸軍ここにだって10師団以上集めてるからな、ここは絶対に落とされたくないっていう位置づけになってるんでしょうね。広州、逆にこの広州が落ちると日本軍としては一気に後退を余儀なくされるっていう感じになっちゃうのかなっていうことを考えても、この広州は一刻も早く落として置きたいところだけど、本土への本格的な上陸も始まってますよね。もう新潟とかは完全に連合国軍の強襲上陸を受けている感じがあるんで、本土決戦が始まっている今となっては一刻の猶予もないんで、戦力を増強してあげたいけど、ここは今前線で戦っているのは主に我々の陸軍だけになってるからな。ここはもうあれなんだよね、きっと各国の連合軍が日本本土の攻撃の方に兵を割いてる感じがありますからね、まあ、しょうがないといえばしょうがないかな。ここだよね、ここ欲しいよ。ここにだって鉄20あるからね、この鉄の20さえ取れれば、今後タイとしてはだいぶ、まあ、楽になるんじゃないかなと思うんだけどな。ここはどうしても取りたいんですけど、ちょっと時間がかかっちゃうかな。なんとか最低でもこの後世までは取りたい。競輪まで進むのは無理でも。ここにでもフランス軍が、連合軍って言った方がいいのかな、結構な師団数いるけど、彼らは進む気はなさそうだね、これより先には。
なんとか後世までは解きたいな。後世までは潤沢な資源の眠る後世まではなんとか進みたい。ここは日本軍を守りたいところだろうからな。ここを攻略しちゃいたいですよね。まあでも今回この30分ぐらいでもだいぶ北進することができたので、まあ成果としてはありますよね、それなりに。ただ今これで戦争が終わっちゃうとまだまだタイとしては後進国止まり、資源をもうちょっと獲得してから戦争が終わってほしいな。ただね、もうアメリカ軍とか完全に日本本土の方に兵を振り向けているんで、これ以上ここタイで日本軍に対して連合軍の支援は期待できないな。となると自分たちの兵力だけで対抗していかなきゃいけないってなっちゃうんだよね。さあ後世までは取りたい。もう一押しですね、もう一押し。今戦争終わらないでくれっていう、もうその願いだけだな。今資源的に厳しいのがやっぱり鉄と石油なんですよね。もう石油は諦めるとして、鉄だけでもなんとか自らの資源獲得量を増やしたいんだけどな。はい、というわけで、日本軍との激戦、ああ東京陥落だ。ちょっと待ってくださいね、そろそろ終わりにしようかなと思ってたら東京が陥落してますね。アメリカ軍が東京に侵攻ということです。さ、日本本土東京陥落ということになりましたね。いやー、これは日本軍が全面降伏するのも時間の問題だな。はい、というわけでじゃあ一旦ここで、時間を止めてですね、終わりにさせていただきたいと思います。で次回この続きですね、日本軍が抵抗を続けている限り、大王国としても領土を広げるチャンスなんで、領土を広げて来たるべき第3次世界大戦に備えていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。